本日は大衆酒場ふなドリンカー募集説明会 in 京セラドームにお越しいただきまして誠にありがとうございます。お手持ちの資料を熟読しこれから申し上げます。募集要項と差異がないか今一度ご確認ください。1、従順で主張しない女性に限ります。2、店主に危害が及ぶような事案が発生した場合己の身を転ずる必要がありますので玉砕の精神または腕力が求められます。3、警察が第三者の通報等により大衆酒場を訪れた際はうちは何もやってないのになんで嫌みったらしく言われなあかんのこれ立派な営業妨害やでなど店主の方向に沿う形で声を張り上げましょう。4、店主がさらわれた場合速やかに最寄りの警察署へ通報しましょう。5、ドリンカーはだし巻き卵の作り手も担います。ど素人はエッジを聞かせがちですが NG です。詳しくはクックパッドをご覧ください。6、料理を客先に納品する際は店主の隣で必ずワクワク感を演じましょう。本当にこの値段でいいんですか？料亭なら1万円はしますよ。など過度な値打ちをこいた補足説明とともにこの顔が一段落するまで笑みと拍手で盛り上げましょう。7、お客様とドリンカーとの交流情報交換は基本 NG です。必ず店主を含め参戦方式で会話しましょう。8、店主が無口になり始めたら店じまいの準備です。店主の言動を分刻みで観察しお客様にそれとなく閉店を悟らせましょう。9、店主が請求金額を提示した際こんだけ安かったらうなさんと私の給料出ませんやんこれ料亭で食べたら2桁いくでしょうなど必要以上のお得感を演出ししゃがみのみでの支払いを促すとともにお客様をさっさと退店させましょう。10、給与・定休日などは未定です。早く店主をおいちゃんと呼べるよう壮大な黒歴史を作っていきましょう。まっ、全然